戻ってきました。じゃん、いつものビッグハープと呼ばれるパスですね。はい、ここは池田駅から降りて稲川の方にやってきました。はい、今日は6月です。旧安寺というお寺さんに紫陽花鑑賞をメインに行ってみたいと思っております。そして今日我々のお供、じゃん、トンボ止まってますよ。これなんと私の手作りです。鬼安幕1号2号。はい、後でゆっくり説明しましょう。はい、それでも夫婦元気に行ってみよう。満開かね。楽しみやね。これ左です。すごい人。これやハート。見つけた。すごい。青やったな。水がすごい。おお、魚はいい。何の魚？浮かせてある池ってあそこのことなんやな。そうやで。ああ、そっか。こっちになってんのかと思った。いやいや、ここさ。ジュラシックツリー。こんなんな見たことないもん。この先っちょのこの。すごいな。松ぼっくりちゃうで。ハスが伸びてるハスが。ね。ハス行ってやったん。うんうん。こっちついでに咲いてる。帰るよ。ゲロゲロ。ちょっとゲロとは言うけへん。薄やで。
なんか緑地のよりも成長いいね、発育が。でも花がないね。うん、寝てるで寝半分です。お母様がね、生まれた時に天上天下唯我独尊って言ってね、天にも地にも私一人が仏だっていう、このそういうポーズなんだよ、これ生まれた時の生誕。うん、これ王子様だったんやけどね、ブッダはね、お城から出て修行の旅に出るところの。へえ。違います違います。色欲とか食欲だとか、襲ってこられても怖がらずにこうね、修行を続けてるっていうつもり、教えを説いてる。はあ。そしてないんか。あ、掘ってあるね。これも有名なのよ。何これ。あ、なんていうのやったかな。ちょっと調べてまた注釈入れます。魚の目か。違いますね。違います。怒られる。このブッダの足の裏、これちょっと有名なのよ。忘れちゃったな。すごい色、不思議よね、こんな形にできてて。もうちょっと上かってるかなと思って。ねえ、前来た時にはこれがアジサイのカフェやって気づかなかったよね。こっちが一番割合の谷組さん。あ、そっか、うん、逆打ちで行きましょう。ケゴンジやからね。1番、那智山西岸都市。うん、私実は一人で33箇所巡ったからね、それぞれに思い出がある。通ります。花びらやで、ねえ、初めて見た。レースみたいな花びら。四国八十八箇所。これ意外とね、迂闊に行くとね、結構大変。はい。1キロ。私の中ではね、ここはね、人生88年ぐらいのつもりでいくとね、あの不思議なトリップ感、トリップ感というかね、考えさせられるものがあるなと思いますね。ちょうど44、45ぐらいで頂上になるんですよ。そうやな。うん、なんで人生上り坂と下り坂を味わっていきたいと思います。小山を一周すれば88箇所を巡ったことになるそうです。はい、それでは出発します。はい、おんぎゃー、終わりました。なんじゃそれ。
約1キロらしいです。うん、いやすごい、これあれやで、山ごとねお参りできるようになってるからね、うん、アジサイのところはあんだけたくさん人がいてたのにこっちには誰もいてます。いや、迂闊に登り出したらね、うん、ここ1番ですね、はい、1番。極楽寺、ここにね、掘った人の名前がどっか入ってないか、これはい、はい、3番チャレンジャー、4番大日寺、はい、5番地蔵寺、あ、ここを掘った人の名前入ってる、うん、そろそろ小学校入学ですまあ竹林も見事よね、うん、6番薬師如来安楽寺、7番十楽寺って言うのこれ、まあ、ちょっと十楽寺記憶ないわ、十楽寺っていう名前やったかな。1番熊谷、熊谷寺、これちょっとあれね、地味やね。いや、もっと地味なのたくさんあるよ法輪寺、ここら涅槃仏だね、これ、うんうん、ほら、涅槃釈迦如来の法輪寺、あ、こういうの結構立派やな、うんうん、もうどんどん入れ替えていくんだろうね、こ、うん、こうだけやったのがこっち足してて、ね、でさらにこれとこれ作ったって感じよね、いいけど、覚えてないな、焼き山寺とか、大日寺、14番上楽寺、京一さん、はい、ここ、ここ早いな、あ、そうやね、15番、はい、15番、もうすぐ高校入学ですほら、ここはやっぱり青春真っ只中だからね、日がさんさんと降り注ぐよねえ、16番観音寺、セブンティーン、うん、あら、ちゃうちゃう、バカやね、20歳、わあ、上手に、女の人、みちこさん、うん、ねえ、この配置の絵とかすごくね、バランスよくって綺麗だよね、うん、はい、薬師如来22番、お壺持ってはるね、薬師だからね、うんうん、薬師如来、あ、薬王寺、今がさんのところ、ね、ああ、りゅうちゃん、ここあれですね、お世話になったんですね、お仕事で行かしてもらいました、はい、あの壺を持ってはりますね、薬師なんでね、あ、後ろがきっと古い方のあれなんだね、あ、これ薬よけのお寺なんです、へえ、私もぜひお邪魔してみたいですね、
つけてくれはったやな。24番。24番か。がむしゃらに働いてた時期やな、24歳。延命地蔵菩薩。薬師さん多いね。ああ、ほんまやな。後ろがきっと9のところやね。26番。27番。はい、これまた個性的な顔してはるね。あ、女の人。28番。てるかいっぱい出てる。29番。はい、あ、後ろほらあるね。初めてフルマラソンを走った年です。阿弥陀如来、30歳になりました。文殊菩薩。へえ、上に乗ってはるわ。ほんまや。鼻に虫飛び込んできた。うん、鬼山の木もないんでしょうか。いや、こっちにおるからね。この辺につけとかなあかん。いっぱいぶら下げたよね。実はこの鬼山は昆虫の中でも強いんですね。あ、という間に32番です。あ、ちょっと失笑です。なんとスズメバチを捕食することもあるという、うん、なので蜂よけのためにちょっとつけてみました。アブとかにも効果あるそうです。はい、33番。難しいじゃん。あ、うん、この辺は間隔が短いね。短いな。だって88も置かなあかんからね。薬師ね。薬師。でも人生も30代ほんま早いからね。道明36番。あ、夜と顔が。お不動産。うん、わかるね。はい、40代近くなってきましたよ。47。不動薬師地蔵。岩本だ。手リアル。38番。失礼して、38番。いっぱい札が見える。どこ。あっちあっち。こっからはピストンのとこですね。あ、こっちはね、まだ見てあかんのですよ。こっちなんですよ。、はい、39。薬師寺。薬師寺。同じ薬師如来でもいろんな顔してはんな。うんうん。入ってる薬も違うのかな、薬の。胃腸薬とか。軟膏とか。うん。41。11面ということは後ろにも。うん。42番。そして反発入れてすぐ43。千手観音様。後ろに祠ある。40代前半ってね、元気でね。あ、これもうずっと元気なんやわって思う息やね、急にガクッとくるのよね。まもなく登り詰めます。はい。44番。はい。11面観音様。うん。個性があるね、それぞれ。はい。そしてこちらが。お大師さん。会いに参りました。心
ここがトップです、はい、この旅の、どうやってこの下り坂をうまくというかね、楽しみながら生まれた場所に戻っていくかがあれですね、人生と一緒ですね。40億ジョール雨上がりで足元滑りやすいので気をつけてくださいね、うん、はい、わあ、まだ見ぬ未知の年やね、48歳49行きはこっちから来ました、はい、でこっちに登ってこっちから50番51番はい、また穏やかな方やね、うん、来た時よりゆっくり見れていいね。うん。悩むな。53番。これも見事やな。レリーフ本当見事。あ、見える。うん。下にこう何か。4番。うん。不動明王。何だべ。全部。55。かわいい顔してはるね、うん、タイチロウさん、タイガンチ56、そして58番はまさかのカタツムリ、鼻にカタツムリついてる、これそういえば最近カタツムリってみんな、うん、鼻くそか思ったらカタツムリそれ言うたらあかんと思いながら言うちゃんもあるけどな58番でしたすぐじゃなくてちょっと左に行ったところにあります。あらこれまた地味あこれだいたい悪いことばっかり、このもともとこの石がそうやったんちゃうかな、60番、うん、デューちゃん来年や、うん、61、62、来たね、ここまで。私このレリーフが一番好きやったんや、64番強兵さ、すごい綺麗よ、思て65、16、千手観音さんも多いね、うん、67番はきっとここなんでしょうね、うん、68、はい、お69番69番はい、うん、こうな
ってくるとちょっと陰りが見え始めてガクッと下っていくんですよ。ここ、ね、何の陰りやね人生の陰りか。馬頭観世音菩薩でいいのかな。はい、71番。わあ、綺麗に掘ってある千手観音。うん、痛かったな、こんなん。そうやろ。へえ、子供さんみたいね。倒れるやんし。そうやな。何もないやん。ここがきっと、うん、ね、あのどんどんちょっとずつねメンテしてはるんやろね。もう70代とかなったら1日がもうあっ言うたら終わるんやろね。なんでやん。1日経つの早いやん、子供の頃と比べてさ。意味わからん。75番全通し。残念。あれあるからね。76番、薬師如来さんです。凛々しいね。78。まもなくベージュ。あれ88やってる。はい、どうぞ。え、ありがとう。80歳おめでとう。81番。千手観音。いろんな表現方法があるね、千手観音様も。82番。こちらも千手ですね。しまった。まさかの。えらい影になってました。84番。ちょっとね、雨降って茂ってきたからね。84番ですよ。あとちょっとやで。86番。はい。うまいことね、ここでゴールが、はい、満願です。はい、88番。ありがとうございました。ここから来たんですね。はい、そうです。どうだったでしょうか、一生は。ここから来て、こう行きました。そしてこっちから戻ってきました。はい、88箇所あっという間に終わりました。ね、楽しかったね。はい、アジサイに戻ってきました。時刻は10時11分です。はい、遠いな。鬼山です。
鬼ヤンマを恐れて、カアブ蜂の類が、近寄ってこなくなるということで、鬼ヤンマ君今激売れしてるんですね、はい、入荷するのを待ってるんですけども全然手に入らなくて、しびれを切らして100均でグッズを買って作ってみたのがこちらです、こちらは、100円で10本入って100円のストラップ、そしてビーズで、中にはここくるっと曲がる状態で黒いストローが入ってます。ここ11センチぐらいの長さでここカットして、でこの黒いストローの蛇腹の部分にズボッとこうね、釣り糸みたいなテグスをこうくるっとこのぐるぐるっとしてあるんですよ。でそこにここを一緒にはめ込んであるっていうような感じですね。で、絶縁テープでぐるぐる巻きにして、はい、この絶縁テープ黒と黄色です。でこれはクリアファイルですね、はい、ポイントはこれ表と裏両方からなぞってるんですよ。まあちょっとかすれてもいいかなと。でここの、同じくテグスを針に刺してこうズボッズボッとこの貫通させて針を針ちゃうわ羽を固定してると今のことなんですね、はい、ただまあ作ってる最中から思ってることなんですが、やっぱり中が普通のストローであるということ、なおかつこの絶縁テープでクリアファイル、この安っぽいビーズ、耐久性の面でかなり難があるやろうなというのは思ってます。ただパッと見ねすごく可愛らしいんで、あのつけててあのウキウキするというのはあるんで良かったんじゃないかなというふうには思います。でこの色のビーズが手に入らないけどどうしようって思ってる方、わざわざねこれを探す必要はないですわ。っていうのはあのマッキー油性ペンで、ね、100均で緑のやつ売ってるんで、それでぐるぐるに塗ってるのがあっちです。ちょっと微妙に色合いが違うの分かりますかね。こっちのほら元はこれやったんですよ。それをマッキーで塗ったのがこっちです。並べてみるとこんな感じです。ちょっと微妙に違うでしょ。だから白いあの洋服 の, あの飾りとかについてるような白いビーズを、油性ペンで塗ってもこんな感じにできるんで、はい、もうマッキー1本買ったらいいんちゃうかなと思います、はい、で今考えてる第3弾、はい、あのちょっと材料調達して今考えてることがありますんで、出来上がった暁にはまたご紹介したいと思います、はい、次はあのこの辺にね安全ピンで止めれるようなやつを作ろうと思ってますんで、はい、鬼山くんでした。はい、小ドロミインターチェンジの付近です、はい、いやここに来るまでの道はねだいぶ危なかったんでね、423号線な、ちょっとあんまりおすすめはできないけどね正直。あ、ここはあそこか、そうや、降りてくる。はー、はいはい、ここに来たかったね。なるほど、与野川です。懐かしい、わかるわかる、私何回か一人でここ折り返したので走ってきたことあるもん。そうです。坂道練習すんげーしんどい坂やねん、ここから先。ここから先がちょっと地獄の坂が続きます。トレーニングには持ってこい。はい、さて純吉選手どうなることでしょうか。歩く これをこっちに終わります。走るのでしょうか、走るのでしょうか。お、走り出しました。最後まで走り続けることができるのか。あ、わ、もう歩きましたお散歩日和いつもやいつも散歩日和アクセスせずに行こうや。やりましたね。よう頑張ったやん。こんな長かったっけこの坂。何遍も思った。でもね、ここまで来たら上まで行かなもうあかんやろと。あ、なんかちょっとやりきった感があるね。よう頑張ったわ。ありがとうございます。あ、でした。
これまだもうちょっとあんねんけどな。よく頑張りました純吉選手。稀に見る快走でしたね。やればできるんじゃないですか。ちょっと潰れてますけど。ちょっと壊れかかってます。はい、さつき山ドライブウェイに出てきました。これを左に行くと、美濃川ダムの方に行きます。まっすぐ行くと池田の方に行きます。で今日はまっすぐ行って、池田駅を目指したいと思います。純吉選手がちょっと壊れかけてます。池田駅まで持つのでしょうか。オニヤンマ、もともとね、オニヤンマくんの開発費用ね、これをこんぐらいあの帽子につけてる村人がいてたんやって、山菜採りの時に。で、何ですかそれ、何つけてはるんですかって聞いたら、何つけてはるんですか。あ、これはね、あ、蜂よけなんですわ。蜂とかアブとかがね、これ見てると、オニヤンマと勘違いしてね、どっか行きよるんですわ。なるほど、これはいける。でも白星を、ヘビや、白星をつけたり、青大将かな、白星をつけたりするわけにもいかへんし、どうしようと思った時にこういうのを振って安全ピンとかつけてやったらええんちゃうかと思ってやったのがオニヤンマの開発費は。で、もう一個ゴルフ場すぎな、はい、さつき平展望台です。ここからの景色よりか、もうちょっと下に行ったところの広場の方からの景色の方がよく見えます。ここは展望台です。もうちょっと下に下っていきます。と、はい、これが火床です。そっちか、ちょっと見えへんのか、ビッグハーパー、あの橋。ハーパー集合台やん。そうやな、正面が飛行場です。こっちが六甲山です。あっちが、葛城金剛、そしてこっちが生駒。すっごい素晴らしい、ワンダフル。なんや鬼山1号。こっちが1号やで、これ2号機。これ2号機か。よし、はい、さつき平から降りてきました。もうここまではね、次の鬼山くんの構想でいっぱいでしたわ。ええのんできた暁にはまた階段降りてきました。降りてきました。ここちょっと段差急なんでね、うん、